ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。このビデオ映像を5年後、10年後、20年後、50年後、そして100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年12月1日金曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後4時5分ほど前です。気温は13度です。言論の自由を街頭で訴え続けております長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております。本日は後期2677年、平成29年12月1日、後期2677年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦で申しますと紀元前660年を元年としております。さて、すでに皆さんもご存知のように天皇陛下がご成就する日程に、この日程を話し合う皇室会議が本日1日午前宮内庁で開かれました。そして陛下が明後年2019年平成31年4月30日に退位するとの日程がこの会議で決められたとのことです。そして皇太子殿下はその翌日5月1日に新天皇に即位され、同日に改元する日程が固まったとのことです。政府はこの期日を定めた政令を今月の8日に閣議で決める予定とのことです。在命中の天皇陛下の退位は1817年光覚天皇以来約200年ぶりとのことです。誠に思いがあり複雑なところではありますが、それまでに滞りなく進まれることを希望いたします。さて、本日日本の内からの危機、皇室の断絶の危機についてお話しさせていただきたいと思います。今日皇位資格、この皇位継承資格が不足し、将来皇室断絶の危機にあります。私たちの日本は皇室と私たち国民と共にあります。皇室の断絶は2000年からなる歴史と伝統に基づいた私たち日本の危機でもあります。この度の
今上陛下のご上位の日程等の発表についても、それに合わせて秋篠宮殿下の先のお話にも出てるように、皇室の方々がこれまでと異なり、職務もね、公務も多くなりました。にもかしかし残念ながら皇室の方々のね、お人数は少なくなってしまいました。さて、そこで皇族男子悠仁親王殿下がおられますが、依然として皇位継承の継承資格者の不足という問題は残ったままです。将来悠仁親王殿下を支える旧皇族の男系男子を皇籍復帰させなければならないのです。今やテレビや新聞、マスコミでは女性宮家の創設や女性天皇の容認するかの女性天皇をも容認するかのような報道がされております。こちら、女性が天皇にのなるのみなののみではなく、女性天皇の子供が天皇になる女系天皇、女性天皇と女系天皇の違いについて報道したり、しかし旧皇族の皇籍復帰などによって男系継承を維持すべきとの報道はないのです。この意図は何なのでありましょうか。これは日本を貶めようとする反日勢力によるものです。皇室とはもともと代々男系で継承されてきております。一度たりとも例外は存在しないのです。こんにちは。天皇の正当性は歴史と伝統によってのみ保障されるのです。男系維持の可能性がある中で、歴史上一度も存在しない男系を切断して女系に好意を移すなど絶対にあってはならないのです。皇室の継承で何よりも重視されるのは血の継承であり、それは一定の約束を守ることで初めて守られたということになるのです。私たち日本の皇室は天照大御神の子供の血が父親に必ず入っていることという約束ごとによってのみ守ることができるのです。男系継承を維持するための方法として3つの方法が私は考えられると思います。皇室離脱した旧皇族を皇籍に復帰させる。1つ、皇族女子に旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その方に皇位継承資格を与える。また1つ、廃絶になった秩父の宮、高松の宮の祭祀を伏見の宮家の子孫である
旧皇族の男系男子が継承し宮家を再興する、この3つの方法があります。したがって政府は男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討すべきなのです。日本の国民の皆さん、天皇は男系男子でなければなりません。皆さんお住まいの選挙区の市町村議会議員、区議会議員、都道府県議会議員、国会議員に男系継承の皇室の伝統を維持するために旧皇族の復帰を検討すべきことを訴えてください。私たち日本は選挙による議会制民主主義の国家なのです。したがって私たち国民皆が皇室を守る、皇室を守るということはすなわち日本の歴史と伝統、この民主主義の長い歴史を守り、そして平和国家建設に極めて重要な大切なことなのです。皇室の断絶はあってはなりません。もしもこの皇室の断絶はすなわち私たち日本の断絶であり、他国のように昨日今日できた国家がどれだけ悲惨であるかは火を見るまでもありません。お隣の大韓民国を見ても分かるように、また朝鮮半島北側の北朝鮮を見ても分かるように、またシナ大陸の現在の中国共産党を見ても分かるように、その都度その都度歴史を断ち切っては、その都度その都度革命のごとく民衆が分断され、戦い合っては平和な国家を建設し、この平和な国家を維持することができません。私たちの皇室は長い2000年からなる長い歴史と伝統に基づいています。それも私たちのご先祖様、先人の皆々が努力して今日に至っています。誠に残念ながら今日今日の日本は、残念ながら占領憲法のもと、私たちはアメリカの占領の従属のもとにあります。まだまだ完全な独立とまでは言っておりません。しかしなんとか先の天皇陛下が申し上げたとように、耐え難きを耐え忍び難きを忍び今日になり、戦後72年というものを私たち一つ一つ積み重ねて今日のこの日本があるのです。決して皇室は遠いものでもありません。私たち日本国民と共にあり、私たちの平安を願い、そして私たちは心の支えにし、時には迷いながらも時には戦いながらも、国内で衝突をありも、しかし皇室あっての今日があるのです。どうか皆さん、私たち日本の歴史と伝統をここで守るために
皇位継承を男系男子の皇位継承のためにまた皇室安定のために男系男子の少なくとも男系男子の旧皇族の復帰を私たち国民で願いそして実行しようじゃありませんか。こんにちは。ありがとうございます。